初めてですし、思い切りどんどん行って一戦一戦しっかり大事に戦っていきたいと思います。日本人が優勝してないんで、日本人優勝を狙いたいなっていう思いがあります。海外の選手と対戦して自分がどれくらい通用するのかを思い切り試したいなと思ってます。選手たちが意気込みを語るのは、先週末ニューヨークで行われた極真会館主催の第23回オールアメリカンオープン2018です。下は8歳から上はシニアの部までが体重、年齢別に分かれて組手や型を競うこの大会。空手道に邁進する子どもたちの晴れ舞台である一方、午後から行われるメインイベントでは、世界中から集まった強豪たちが階級を超えたトーナメントで王座を争います。今年日本からは男女6人が参戦。全員若手の選手で、男子4名、女子が2名、来年世界大会が日本で行われるんですけども、そのナショナルチームに入るであろうという若手の4人が来てますので、大変期待して今見てます。この日一つの見どころになったのは男子の準々決勝。順調に勝ち上がってきた石塚裕太郎選手の前に立ちはだかったのはアレハンドロ・ナバロ選手。去年この大会2位に甘んじた極真空手のアイコン的存在です。蹴りを中心にテンポよく技を繰り出す石塚選手に、大御所の貫禄で有効技を許さないナバロ選手。終盤の打ち合いでも両者一歩も引かず、試合は延長戦にもつれ込みます。激しい接近戦が続いたここでも決着はつかず、再び延長。そして開始およそ45秒、ナバロ選手の上段回し蹴りが石塚選手に直撃。これが一本となり、ナバロ選手が準決勝に駒を進めます。その準決勝でナバロ選手と対戦したのは、こちらも日本から参加の徳田寛太選手。序盤は両者が探り合い、なかなか技を出せない心理戦が続きます。終盤の打ち合いから繰り出された大技も、双方相手の動きをよく見て決定打にはならず延長戦へ。スピード感あふれるナバロ選手の技を徳田選手が巧みにかわす構図で、ここでも決着はつきません。延長2回、どちらも積極的に攻め続けますが、後半押され気味になった徳田選手が判定負け。日本人選手はここで姿を消しました。決勝戦はナバロ選手と、全米体重別空手選手権3連覇の実績を持つダニエル・ミリチェビッチ選手のベテラン対決。ナバロ選手は長い手足を生かしたミリチェビッチ選手の蹴りと突きに苦戦しながらも、間合いを詰めた打ち合いでは重い突きを連発します。激しい接近戦が続いた終盤、最後には相手に反撃の隙を与えないほど攻め続け、場外まで追い込んだナバロ選手に軍配。去年の雪辱を果たし、この大会初優勝を飾りました。Happy after many years I come here and finally we get third place. But the Japanese, they who come here from Japan for sure is strong. 一方、女子ライト級を制した佐藤七海選手。階級を超えた王者を決める横綱戦で、この大会の優勝経験者、ミドル級のマリア・ジャスコ選手と対戦します。試合序盤から軽快なフットワークでジャスコ選手を翻弄する佐藤選手。体格差のある選手相手に機敏な動きで突きと蹴りを出し続けます。後半になると果敢に攻め続ける佐藤選手に大きな声援が。会場全体を味方にした佐藤選手が打ち勝ち、判定で勝利。観客にスタンディングオベーションで迎えられました。あれだけたくさんの方に応援していただけたのは本当に嬉しいなって思います。日本の大会とは違う部分もいろいろ感じたんですけれども、でもとにかく実力を出し切ることができて、すごく気持ちがいいです。日本人初の女子総合優勝を飾った佐藤選手はベストスピリット賞も受賞。それぞれナバロ選手との長い試合を戦い切った石塚選手は6位、徳田選手は日本人最高に並ぶ3位入賞を収めています。
来年行われる世界大会の前哨戦と目されるこの大会、各国の強豪に立ち向かう若手の日本人選手に惜しみない拍手が送られる温かさを感じるものになりました。